都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。あれ？何これ？マスター、なんか今日いつもと雰囲気が違いません？今日はちょっといつもと違った催しをやろうと思っていて。え？なんすか？今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、いつもと違う雰囲気でお送りします。今回は特別企画、その内容とは？ということで、今夜はスペシャル企画を開催します。題してハメジュンカップ番外編格ゲークイズ王決定戦。よいしょ。いや、なんかすごいね、いつもと全然違う状態で今日はねやっていきますんで。ちょっと待って、 急に番組変わったね。すごいね。ただ今日ちょっとね、あのバイトのいつかちゃんが里帰りしておりまして、はい、あら、あの今日私司会やらせていただきます、ハメ子です。よろしくお願いします。あ、お願いします、はい、あれあれあれ、何これ。そして、うん、お客様も今回のスペシャル企画にふさわしい方々に来ていただきました。一人目のお客様は国内屈指のマルチ格闘ゲーマー、カズノコ選手。2人目のお客様は17歳で闘技優勝など数々の実績を残す灰谷選手。3人目のお客様は人間性能最強とも称されるトッププレイヤー、フード選手。お客様3名に歌広場を加えてハメジュンカップ番外編格ゲークイズ王決定戦を開催。今回のルールは格闘ゲームおよび格ゲー喫茶ハメジュンに関する内容から出題します。クイズの種類は基本クイズ、イントロクイズ、映像クイズ、スペシャルクイズの4種類で獲得ポイントを争います。最もポイントの高かった選手が優勝。優勝得点は記念トロフィーと格ゲー喫茶ハメジュンに写真が飾られます。それではクイズスタート。それではまず第1問、スーパーストリートファイター 2X のキャラクターセレクト画面で右から6番目の下段にいるキャラクターは誰でしょう。誰だ。ヒントはこの番組は格ゲー喫茶ハメジュンです。右から6番目ですよね。右から6番目の下段です。はい、それでは、はい、フリップを出してください。歌広場さん、ダルシム、カズノコ選手、ザンゲフ、ハイタニ選手、ザンギエフ、そしてフード選手、チュンリーです。正解は、ザンギエフです。やっぱりやったいつかちゃんってこと。そうなんです。そういうことか、はい、実は右から6番目の下段にいるのはザンギエフで、スクリューハメルかと思った、はい、ということでカズノコ選手とハイタニ選手が正解です。いや、すごい、それでは第2問、バーチャファイター3に登場するステージのモデルにもなっている、はい、世界遺産は、はいはいはい、あれですね、アンジュレーションがすごいところですね。アンジュレーションすごいですね。すごいそうですね、すごいところですね。あとすごい長い。長い？長い？3TV にもある。あります。あります。バーチャファイター3にあるステージです。うわ、これ絶対違うけど、ヒントだけで俺行くわ、はい、これ。結構いろんなゲームで使われてません？そうかもしれない。ストリートファイターにももしかしたら過去はあったんじゃないか。はい、じゃあ皆様答えできたでしょうか。はい、上げてください、お願いします。これだ。おこで俺万里とか。はい、ということで皆様万里の頂上、はい、正解です。はい、はい、大丈夫みんな。感じたんす？みんな。いや、俺万里とか震えてる。一人いるな。いるな、一人。もうじゃあハメ子さん判定してください。いや、オッケーです。オッケー。はい、頑張ってくれたということで。俺東京タワーって書いちゃった最初。それでは、次の問題に行きます。はい、画像の朝宮アテナが登場したタイトル名は何でしょう？KOF シリーズの、はい、これはもう赤ちゃんでも分かるよ。はい、分かりました。いや、これはもしかしたら差出るかもな。あ、いや、これってこれどうかな。年号も言うんですか。あ、これちょっとむずいな。というか年号が全てです。そうっすよね。正直言っちゃいましょう、キングオブファイターズの朝宮アテナです。それでは皆様回答を出してください。はい、どん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 。はい、ということで歌広場、ハイタニ、両名が96。俺6って書いてたのに最初。カズノコさんが97、そしてフードさん98ということで。どうだ。正解は、はい、KOF 96です。嬉しい。いや、俺6って書いてたんですよ。俺は嬉しい。97はタイツ履いてるから。そうそう。黒タイツ履いてるから。っていうのがあんまないんですよ。なるほど。
忍者マスターズ覇王忍法帳におけるチェーンコンボスプレンディットコンビネーションと呼ばれているんですけども、その通称は公式で何というでしょうか。正解は忍者コンボでした。残念ながらこの問題は全員不正解です。じゃあ次の問題に行きましょう。ニトロプラスブラスターズに登場する木場の原エチカの超必殺技デッドオブザデッドからの追加技デッドオブザデッドオブザデッド中に出せるリーサルブレイズの技名を教えてください。デッドオブザデッドから出せるデッドオブザデッドオブザデッドから出せる技です。デッドオブザデッド。それでは回答を出してください。デッドオブザデッドオブザデッドインザベッド。完全にオチじゃないですか。普通に考えたらこうなるよ。ベッド、だってデッドオブザが続くわけないんだから、どっかで変えてくるでしょ。はい、ありがとうございます、うん、そして数の子選手、僕は続く読みでデッドオブザデッドオブザデッドオブザデッド。そして、灰谷選手はファイナルアルティメットデッドスープレックス。投げ技だったんだ。やっぱり追加技なんかな。でもありそうだね、投げてんかなって、はい、なるほど、見たことないんで。そしてじゃあフード選手、デッドオブザを5回言う。デッドオブザ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 。オブザ、いやいや、最後おかしくない。キレが悪いな。キレが悪い。回答はデッドオブザデッドオブザデッドオブザデッドでした。カズノコさん正解です。マジかよ。マジかよ。それでは次の問題です。ヴァンパイアシリーズにおける画面下のゲージ正式名称は何でしょう。正解はスペシャルストックゲージでした。残念ながら全員不正解です。続いてはイントロクイズ。キャラクターボイスを流しますので、作品名、キャラクター名、技名を回答してください。フード選手、ストホリュの真空波動拳。カズマコ選手、ストゼロスリーの竜。ウルトラストリートファイター4の竜の真空波動拳。もう一回いきましょう、もう一回いきましょう。フード選手、ストクロの竜の真空波動拳。それ一番何やった。いや違うだ。はい、ハイタリ選手、ストリートファイター0の竜の真空波動拳。いやこれが違うんですよ。違うの。だって他ヒントは、わかりました、カズモ選手、カプエス2の竜。お世話です。来た来た。カプコン VS SNK2 の竜でした。それではどうぞ。ウダイロボさん、 KOF95 の八乙女。フード選手、名前ちょっと分かんないですけど、 KOF97 のイオリの張飛 の、 あのどん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 するやつ。声が違うんです。ハイタリ選手、イオリで96じゃないんですよね。技名を言っていただければ。ああ、よりの八乙女の96です。はい。あ、正解です。甘い。出ました。甘い。先週放送100回目を迎えた格ゲー喫茶ハメジュン。次の問題は番組に関する内容から出題です。格ゲー喫茶ハメジュンの放送が始まったのは一体何年何月何日でしょうか。この間100回やったんですよ。この間100回やりました。100回、100回放送、はい、それはかなりヒントですね。はい、大丈夫でしょうか。じゃあこの問題はもう一番近い人に1ポイント渡しますよ。それではどうでしょう、回答できましたでしょうか、はい、まず、はい、歌いロバさんは2019年4月9日、カズノコ選手は2018年4月1日、ハイタニ選手2019年10月3日、フード選手2018年1月7日。正解はですね、2019年10月4日だったので、すごい、ハイタニ選手の正解。すごい。次の問題です。はい、格ゲーレッスンの初回でいつかちゃんは秋葉原にアケコンを探しに行きましたが、購入したアケコンのボタンは何だったでしょうか。もうアケコンカスタマイズしようということになりまして、ボタンを購入しました。そのボタンの名前、大丈夫でしょうか。ちょっと待って、なんだっけな、名前超忘れた。あの台湾のね、台湾のやつね。そこまで出てるのに。台湾のやつね。それでは回答をお願いします。歌いロボさん、低音ボタン右1列だけ音あり。カズノコ選手3話、はい、ハイタニ選手ゲーマーフィンガー。俺ゲーマーフィンガー、そう、そして3話。俺本当はゲーマーフィンガー書こうとしたんですけど、正解はゲーマーフィンガーです。ハイタニ選手お見事。次の問題は複数個回答が必要なんですけども、
一番合ってた人が正解にします。ハメジュンカップということで大会をやらせていただいてるんですけども、歴代優勝した人の名前を全て答えてください。まず第1回目はストリートファイター5、第2回目は鉄拳7、そして第3回目はストリートファイター5若手大会、第4回目はグランブルーファンタジー VS、 そして第5回目また鉄拳7を行いまして、第6回目はバーチャファイター e スポーツ。これ純くんが一番有利だと思うんだよな。俺だって絶対生で見てるもんね。失礼ですよね。だからね、4人の回答はご覧の通り。最も正解数が多い選手は、はい、それでは答えを言っていきましょう。第1回から順に時戸選手、武選手、水葉選手、スコア選手、破壊王選手、板橋ザンギエフ選手でした。ということで破壊王さんと、これ数の子以外ってことだよ。数の子選手以外が、5人正解なんで1ポイント、はい、おめでとうございます。続いてのクイズは、格ゲーキスハメジュンにご来店いただいたお客様が語った名言について答えていただきます。それではどうぞ。今もこうプレーを続けている理由っていうところを教えてもらえますか。求道者みたいな感じになってまして、もうなんか練習というかもう悟りを開くというか道なんですね。もう道ですね。サードがちょっとおこがましいかもしれないですけど、にもう60になっても80になってもいつまでも遊べるゲームであってほしいっていう思いがあって、最初ボスさん見てあれと思って、ボスさん出てるんだと思って、そうなんです、サード界で出てくださってこうプロゲーマーの方以外が出てくれるっていうのがね、このハメジュンのいいところですもんね。あ、確かに。4人の回答はご覧の通りです。それでは正解を見ていきましょう。今もこうプレイを続けている理由っていうところを教えてもらえますか。求道者みたいな感じになってまして、おもうなんか練習というかもう悟りを開くというか道なんですね。もう道ですね。サードがちょっとおこがましいかもしれないですけど、囲碁将棋サードみたいにもう60になっても80になってもいつまでも遊べるゲームであってほしいっていう思いがあって、はい、ということで回答は囲碁将棋サードでした。これでも将棋正解にしましょう。あれ1ポイント、あれか、よかった。そうだった。囲碁じゃないのを祈ろうと思ったのに囲碁も入ってた。全部入ってました。全部。はい、それでは、この後は映像問題になります。こちらの映像を見て、キャラクター名と技名を答えてください。キャラクター名と技名です。これ俺超有利ですね。勝俣さんやってますからね。バーチャファイターにせえや。バーチャファイターとかでも無理なんだけどね。ただギルティーですからね。そうですね。ギルティーやストライブ。ギルティーのそのネーミングセンス。そう、ギルティーのネーミングセンスから連想して。そうですよね。はい。はい、それでは回答を出してください。これだと思います。はい。カイキスクのエレガントに切る。カイキスクダイヤエクラ。はい。カイアルティメットバイパー。世界いいんだ。いいんだって言ってた。言ってた。これ正解は、はい、ダイヤエクラです。おめでとうございます。来いや。続いてもキャラクター名と技名を答えてもらう映像クイズですが、全員不正解。正解はダンの V スキル2最強流男吠え錦でした。前半戦最終問題はスペシャルクイズです。ある人物からの問題に正解すると3ポイント獲得。ペトです、よろしくお願いします。お、いや僕から問題一つ出します。お、この今ハメジュンでも扱っていただいている格ゲーユニットのメンバー5人なんですけど、一番説得に時間がかかったプレイヤーは誰でしょう。メンバーはモケ君、モケ選手、水葉選手、ナウマン君、ナウマン選手、川野君、ジョータロウさん、そしてジョータロウ選手。最も説得に時間がかかった選手、それは一体誰でしょうか。こいつだと思う。真面目なやつだよな、多分。これいきます。そうだよね。真面目なやつが一番。
そうですね、まずじゃあ歌広場さんからお願いします。河野くんだと思います。はい、これなんでかって言ったら、はい、ポジションがボーカルでもダンスとかラップとかでもなく DJ っていうポジションだったじゃないですか、うん、僕もう歌とかそういうの苦手なんですよってずっと言い続けたからここになった DJ になった。なるほど。では次カズノコ選手。ラーマンです。おまあ、一番多分メンバーの中でも真面目でゲーマー、自分はゲーマーっていう目線をすごい大事にしてる人だと思うんで、うんうん、自分の方向性と違うって悩むタイプなんじゃないかなと思って、うん、なるほど、ナウマにしました、はい、そして灰谷選手。灰谷はボケ。昔自分が格闘ゲームのこと以外でなんかちょっと面白いことを一緒にやらないって誘ったことがあるんですけど、うんうんうん、いや自分はそのまず格闘ゲーマーとして結果を出してからじゃないとそういうことはしたくないって言われたことあるんです。なるほど。結構強い意志を持ってる人間なんで、うんまあ、これもちょっとそういうふうに思ったんじゃないかなと思います。なるほど、はい、そしてフード選手。ボケ。お、一番かかったってことは何回も言ってると思うんですけど、うん、多分河野ナウマン丈太郎さんにはそんなに言ってもにゃいさん引くんじゃないかなと思う。水波と模型が断った時に一番こう説得に時間かかるんじゃないのかなと思って、その中で模型が拒否りそうな気配がする。だから最終的にだからいやお前魚群だよなって言ってなんとかあの圧で説得させたんじゃないかなっていう読み。パワハラで入れたんじゃんそれ。うちのチームだよな。正解は川野です。マジか。5人全員話をして、ミズハ、モケ、ナウマンに関しては結構もう2つ返事ぐらいの感じで、まあ、それと話したやつ。これまあ、ジョータロー人選んでるとカウンに関しては最初はあんまり乗り気じゃなかったというか、まあ、あんまりなんか自分がそこで活動してる絵が見えないみたいな感じで考えてたみたいで、ただ、まあ、このユニット何のためにやるのかだったりとか、まあ、その業界にとってこういう活動ができるんじゃないかというか、まあそういう話をさせてもらって、一番そういう意味でえって感じにずっとなってたのが河野でしたね。はい、ということで正解は河野選手でした。やったー。読み合ってましたね。今週の格ゲークイズ王決定戦はここまで。灰谷選手が8ポイントを獲得して一歩リードです。続きは来週。優勝は誰の手に。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。ここからは、格ゲーレッスンのコーナーです、はい、今週は樋口先生をお招きして、いつかちゃんにアドバイスしていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ラウンド1とやってもらえると思いますよ。この組み合わせは北橋ザンギエフさんに対して樋口君 7-0 やってますか。そうなんだ。だからこれ1ラウンドでも取ればこれもう板山超え超えちゃうんじゃないかこれ。樋口先生のガイルが放つソニックブームに押されて IZZ は画面端に追い詰められます。しかし IZZ は V トリガーを発動しサイクロンラリアットでダメージを与え画面端から抜け出します。やっぱねラフプレーができるようになってきたらねちょっといいですね。うぅすげえすげえ。第2ラウンド開始直後、IZZ はためらいパンチでガイルを牽制。 V トリガー発動からのサイクロンラリアットで流れをつかみます。しかし樋口先生との体力差が大きくサイクロンラリアットを回避されると防戦一方に。もうなんで出ないんだよ本当に。そうね。それでは、今の戦い終えて樋口先生にね何かアドバイスいただければと思います。ザンギ あの赤くなるやつあると思うんですけど、はい、あれでソニックブームをもっと取っていくっていうのと、はい、結構そのソニックを打たれてる時に下がっちゃってたんで、はい、もっと前に行く方が勝てるかなって感じなんですけど、はい、でも下がればソニックはガードしてダメージ食らわないんですけど、はい、その代わりガイルにダメージを与えられないっていうところがあるんで、はい、ちょっとそこはあれですね、リスクを背負っていかないとちょっと厳しいのかなっていう感じでしたね。ソニックブームって見た後に飛んじゃうと絶対にサマーソルトキックが返ってくるんですよ。あれ、うん、読みで飛んどいた方がいいんですか前に。そうです、あの見てから飛ぶと多分ザンギエフって結構飛びがゆっくりなんで、あの間に合っちゃう、サマーソルトが間に合っちゃうことかなり多いんで、読みでここでソニック打ってくるかなっていうのを、それで飛びと
あの V スキルとかで使い分けてソニックに対する対処法を増やしていくと、はい、多分ガイル側としては結構どうしようかなっていう風になる場面は増えると思うんで、もっと頑張って飛びます、うん、私飛びます、うん、じゃあ飛びます、飛び大事だから私飛びますってあんまりないけど、ね、でもコメントとしてあんまりないけど、飛びます、もうもう、はい、頑張ります、ありがとうございます、ありがとうございました。さかのぼること約半年前、格ゲーマーがアイドルユニットとしてデビューする前代未聞のプロジェクトが立ち上がった。メンバーは格ゲー界屈指の実力と個性を併せ持つ5人の若手プレイヤーたち、そしてプロジェクトを仕掛ける黒幕プロデューサー、格ゲー界を常に盛り上げ続けるトパンガ代表豊田風介。若手の人たちだからこそ、そのゲームに興味を持ってもらえる、この業界に興味を持ってもらえる活動っていうのは絶対あるはずだっていうのは思ってて、一直線にアイドルやってもらいたいなっていう気持ちがあって、歌って踊れるアイドル、歌って踊れるアイドル。春から始まったダンス特訓、城太郎選手以外の4人は未経験からのスタートでした。アイドルユニットの中核となる楽曲を手掛けるのは、格ゲープレイヤーでありながら川村流名義でジャズベーシスト、作曲家、編曲家として活躍するミートたけし。とことんふざける、ちゃんとやべえじゃんってなるように、かっこよくはしたいですね、絶対。そのふざけるだけで終わるんじゃなくて。ダンス特訓と並行してボイストレーニングもスタート。一方で浮き彫りになる歌いながら踊る難しさ。パパ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 。そんな中、各メンバーのポジションが決定。まず川野センターで DJ としてみんなを支えていく役割を、水波、ナウマン、モケ、トリプルボーカルとして歌って踊ってよ、城太郎、得意のダンスで暴れてもらえたらなと。スタートからおよそ3ヶ月が経過、待望のデビューが近づく中、2日間の強化合宿を開催。そしてついに完成した楽曲をテストレコーディング。普段は格闘ゲームの世界で活躍するカラーにとっては初めての体験。本格的なスタジオのブースに入り、緊張感の中自分のパートを歌っていきます。 You've come to sing the battle song cause nothing goes to get to the never Nothing gets to, nothing gets to 違う明日を探す。なんかバッチリです。めっちゃいいわ。すげえおよそ半年間、アイドルユニットとして一歩一歩着実に成長を続けてきた。そんな彼らのユニット名がついに決定。ラウンド5で皆さん応援よろしくお願いします。はい、格ゲーマーがアイドルユニットとしてデビューする。次回ミュージックビデオ制作の話が浮上、お楽しみに。アメジン放送100回を記念して抽選で50名様に格ゲーキッスハメジュンオリジナルアケコンボタンをプレゼントいたします。皆様のご応募お待ちしています。来週の格ゲーキッスハメジュンも格ゲークイズ王決定戦、格ゲークイズ王の称号を手にするのは一体誰なのか、お楽しみに。